すごいね。来るかな。うん。うん。うん。見えた？トロッコ。あれにね、乗るんだよ。おお。いいね。お、あった。あ、いた？やっと見つけた？そうそうそう。よしよしよし。どうもこんにちは、鈴川彩子です。ね、あとね、本日はですね、こちら京都府亀岡にあります、まあ、トロッコ亀岡駅にやってまいりました。まあ、ここからですね、嵯峨野観光鉄道、まあ、嵯峨野トロッコですね、に乗って、トロッコ嵯峨駅まで、行きたいと思います。いいなぁ。おティックトレインだって。おー、ほら、山陰本線もね。こっちがもともと山陰本線だったんだよね。で、新しくなったから、ここが今トロッコにね、なってるの。このマークいいね。わざとこれはこのレトロなオールド感漂わせてるのかな。嵯峨野前方から5号車、4号車、中ほどが3号車になります。あと、右の2号車、1号車です。あ、いいなぁ。てか、いいねぇ。ねぇ、これ乗ってる。これはね、うん、これが引っ張ってくれてるよ。開けてみる。ほら、出発進行だよ。おぉ、出発進行ね。ほら、行ってきます。行ってきます。それでもお待たせいたしました。嵯峨野10号トロッコ嵯峨駅です。ちょっとね、雨がね、さっき降ってたからね。まずは天気を起こりますと、今度は右側に変わります。おー、まずは左側の景色。景色いいね。川がね、すごいね。今ちょっと本当増水ですごい使っちゃってるけど、もっとね、岩とかゴツゴツ出てるんだね、普段は。ここちょっと川下りは結構勇気いるね。あ、鉄橋が今の。あ、あった？あ、またトンネルだ。モズ京駅だって。さっきあっちから見たね、この列車ね。愛宕山と言います。愛宕山ってあれか。神様愛宕神社が祀られています。あそこが愛宕山。900のある愛宕神社のその本山となっています。生後3歳までの子供がこの神社へ参りをいたします。すごいね。その子は生涯の技を前に合わないと言われています。あっ、すごい白い。あ、ここが昔の保津峡駅かな。すごいね、なんか秘境感がやっぱすごいわ。へえー。
まあ昔のねやつとか撮りやすいですね。あーすごいすごい、それの吊り橋がまたねすごいね。映画とかに使われるんだって、撮影に、時代劇とかにも使うのかな、すごいからね。こうやって今日のせるところです。おで、この海山の進行を左手、この海山が嵐山のパークへの一部、東京の展望台となっています。東京の展望台、あそこが、あそこにあるね。行くことができます。また奥へ行きますと、もみで有名な高尾へと続いています。すごいね。またこれより、でほら記念のカードと、あとなんかねお写真を撮ってもらって、で、まあ、購入もねできるってね、せっかくなので購入しましたね。こんな感じでオリジナルのこの台紙にね、そうあったよかったね。佐賀のってこのプレートもね日付入りの持たせてねもらって撮ったね。ね、ほらちくんは、ちくんどれ、そうママは、そうパパは、そう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 パパね。いいね、すごいね。あトロコ前里山トロコ乗ったね。そういえばね、またでもね景色がね違うね。こっちは川とかねかなり多いし、あ、もうなんかもう街中だ。一気に急に住宅街になっちゃった。山田さん、佐野観光新しくご視聴いただきまして誠にありがとうございました。まだ終点の朝日到着をいたします。タクタクの位置は3号車を見に行く箇所とキーワードのドア全部上がります。キーワードの方はご注意ください。キーワードは全部上がります。さあ到着かな、終点のさらに到着です。ありがとうございました。ということでね、トロッコ乗ってきました。ちくん楽しかった？楽しかったね。まあ、時間はねそんなに長くはないんですけど、まあでも景色がねやっぱりね、本当にこの川だったり山だったりいろいろ見れたし、またこれ四季によってね、もっと違ったね桜や紅葉ももっと綺麗なので、まあぜひぜひ皆さんも京都に来られた際は乗ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、佐賀の観光鉄道のトロッコに乗ってみたでした。ありがとうございます。いいなそれ、あ、これはね、これはまあ SL だね。そう、デゴイチ、うん、それもいいよね。